1977年ののとろ駅と、周囲約500メートル範囲、左下が、網走方面、下に、のとろこと港が見える、駅裏側に本線を持つ島上の短式ホーム1、地面1線と、駅舎前に、貨物詰め、おろし線、駅裏本線の外に副本線を有していた。この時点ではすでに無人化に伴って防線化されている。駅舎はまだ木造のまま残されているが、 後年間異型に建て替えられた国土交通省国土画像情報をもとに作成のトロ駅は北海道網走市屋座のトロにかつて設置されていた日本国有鉄道有毛線の駅である電報略号はのと有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃駅となった廃止時点で島式ホームの片面を使用する一面一線の ホームと線路を有した地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した電鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、高品北線の車内駅や豊牛駅などと同型のプレハブ駅舎となっていた。駅舎は構内の東側に位置し、ホームに接していた。また、 1983年時点では使われなくなった貨物ホームが残存し、網走市が買収して公園化する計画もあったという、駅前にはミニ公園が設けられていた、当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の木のに由来する、駅跡の様子ホームのみ残る、旧駅構内は網走市が転換交付金を活用し、廃駅後に、 奪わらない駅と共に交通公園として整備された。駅舎はしばらく後に撤去されたが、ホーム及びレール、またホームに横付けされる形で、国鉄の旧型客車である、スハフ42系、スハフ42510が、生体保存、展示されていた。1999年時点でも同様であったが、スハフ42は痛みが進んでいた。奪わない駅跡は、国道沿いにあり、 車両の再塗装など整備が行われている。反面、当駅やとは、国道からやや奥まった場所に位置するため立ち寄る人は少なく、車両の再塗装などの整備もされずのザラし状態となっていた。老朽化の進行もあって2006年に客車とレールが撤去され、2009年4月時点では、野泥自動公園の一角に、ホームと路盤が残るのみであった。2010年時点でも同様で、 ホームは、崩れかけていた。駅舎跡地は2001年時点では整地され、ゲートボール場が建築されていた。当駅跡付近の線路跡は、北海道道線87号を網走り、ところ自転車道線として自転車歩行者専用道路に、再利用されていた。日本国有鉄道有望線ところ駅のとろ駅、北見平和駅かつて、ところ駅と当駅との間に、ところ高下理常工場が、 が存在した1月7日開業1972年2月8日廃止かつて当駅と北見平和駅との間に中のとろかり条項上,上が存在した1月7日開業1972年2月8日廃止ありがとうございます